半前は先生です。で、これでね、この使用率ね、まあ、4次会出てるんだけど、使用率分析では 73% なんですね、1週間の。で、次同じようにやって出るか分かせるかどうか分かんないんだけど、それでね、これで次回を出るときは成功したら変えるんだけど、簡単じゃないんですよ。だから簡単で稼ぐって言ってずるいって言ってくる人が多いんで、分かんないんだよ。これとにかく難しいんですよ。これで稼ぐのはもう何億人に一人っていうね、宝くじよりか宝くじと同じだよね。誰もが難しくて勝てるもんじゃないのね。そういうことでね、簡単だなんて言うね、これで勝ったらもうそのままね、稼げるから簡単だなんて言う人いるんだけど、とっても難しいんですよ。ね。はい、私は紹介してませんでした。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社、半間岩先生です。どうぞよろしくお願いします。ということで、この意味はですね、投資の意味。で、今日の日付ですね。ちょっと見せとくね。ということで、今日の日付ですね。10日月曜日。で、勝率が 73%。投資数が40個。で、7日間って書いてますね。の分析で。で、実数は 75% となってます。これで見てみますね。これ勝ちでしょ。これ負け。これ勝ちでしょ。これは負けだと思うね。で、これ勝ち。勝ち。勝ちね。これも勝ちでしょ。ここをシグナル出て、ここだからね。で、これは負け。これ勝ち、勝ち、勝ち。これ負け。勝ちってね。こう出てるわけですよ。これ負け、これ勝ち、勝ち。ね、これ勝ち、これ負け。ね。これは、対価は、勝ち。これ勝ち、対価、対ぐらいですね。これ負け。これも対ぐらい。負け、これ勝ち、勝ち。勝ち、勝ち。というのが一週間なんです。ここまで一週間なんですね。それで、半前は先生何をしたいかというと、これ、こういうふうに出たでしょ。で、次、今日からの9時から同じようにこのシグナルのね、戦略方法で、勝てるかですよね。こんな風な感じにシグナル出るんです。ね。こういう勝率でこう来てるんだけど、同じようにね、今週頭から同じようなシグナルが出るかですよね。同じようなこの戦略法で勝てればね、勝てるわけです。わかります？あったかい、あったかい、よかった、あったかいね。もうこれ自分の家は一番いい。これ山小屋だけど一番いいやな。ああ、で、こういう勝率を、で、稼ぐ方法はこういうふうに明確な勝率とね、分析が必要です。ね。これ、私が考えた戦略方法のシグナルなんだけど、どんな方法かは各自で違うんだよね。で、各自秘密なんですね。この戦略方法。どうやってこのシグナルを出してるか、作ってるかっていうのはね、秘密、表示されてないでしょ。何にもね。秘密なんですよ。
だけどこう今のこの戦略方法だったらね、73% なんです勝率が、ね、で月曜日から夜中だからな、あと7時間ここからシグナルが出るんだけど、これと同じ戦略方法で稼げるかですね。で、こちらの方ね、でうまくいけば自家用ジェット機が買えると、こういう戦略方法で稼げればね、12億円ぐらい稼げるからね。でこれもいろいろあるでしょ、いろいろあるから、これ少ないけど10個ですよね。こう出て勝ち勝ちね、これ負け、これ勝ち勝ち勝ちね、勝ちで10個出てるんですよ。これ1週間前からね、1週間でこういうシグナルなわけですね。勝率 72%、 34ピップス、平均ピップス、利益がね、でこれがこんなことで簡単に稼げてとか言ってくるけど、自家用ジェット機とか買えるって12億円ぐらい稼げるって、これ難しいんです、この戦略方法。どうやってこのシグナル作ってるかって、こう本当1億人に1人ぐらいしか考えられないの、とっても難しいんですよ。でこういう勝率出てるでしょね、この勝率とか出るのは簡単だけどね、この勝率ね、自分で計算してもいいからね。このシグナルの作り方って戦略方法をよく見てるでしょ、勝ってるでしょ、よくね見てほら勝ってるでしょ、 71% ですよ、ほら勝ってる、これは負けちゃったね、これ勝ってる、これ負けちゃった、ね、これ負けちゃったですね。13回シグナル出てて4回ぐらい負けてるのね、わかります？で 71%、 実装 77% ね。だからこのシグナル、こういう勝てるシグナルだったらね、自家用ジェット機買えるんだけど、簡単に稼げるってそんなもんじゃないのね。これで勝てたとしても、ね、自家用ジェット機買えるぐらいね、まあ、豪邸の方を買いますけど、ここを建て直そうと思う、建て直してね、10億円ぐらいね、この豪邸を建て直すとね、費用に使うと12億円ぐらいね、この家に豪邸をね建て直すと、資金ね、っていうことですね。簡単じゃないんですよね。なんだ簡単で、こんなの邪魔してやる、こんな簡単に稼がれちゃ、邪魔してやるって言ってくるん、これ簡単じゃないのね。これだけで何かやってね、12億円稼げる、簡単じゃないのよ。
そういうことなんですよ。はい、私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。現在ズルトレーダーは FX 投資となってます。どうぞよろしく。どうぞ